ピンピンコロリチャンネル。はい、ピンピンコロリチャンネル、今日も見ていただきありがとうございます。今日は骨盤力、この骨盤力とは一体何なのか、そしてこの骨盤力をねぐっとこう高めるためにはどうしたらいいのか、さらには骨盤力がないわってね人がね、ぐっとね骨盤力をこうねこう高めていくにはどうしたらいいのかっていうね、この話をちょっとしていきたいと思います。それでこの骨盤力ね、一言で言うと姿勢の土台です。姿勢の土台、ね、これは僕が考えたこのね提唱している考え方なんですが、この骨盤力がしっかりと土台としてあるから、正しい姿勢でこう我々はいられるっていう考え方です。イラストをね、お見せしながら説明していきますので、ぜひ骨盤力アップのためにお役立てください。では始めます。では骨盤力とはについて話をしていきますね。この骨盤力を語る前にですね、私、57歳の時に、南米アマゾンのジャングルを舞台にした250キロのマラソン大会にチャレンジしたんですね。無事にね完走することができました。僕はね今、60歳、来月3月でも61歳になるんですが、おかげさまでね足腰だけはしっかりしてます。でやっぱピンピンコロリのね僕も実践している一人なんですけど、ピンピンコロリの道を目指そうと思ったらやっぱり足腰がしっかり、ね、そのためにはやっぱり骨盤力が大事というのを僕はもう作った本人なんでね、それをもう信じちゃってるんですけど、骨盤力をどうやって、回復させていくとかね、そういったところを今日お伝えしていきます。じゃあね、まず骨盤力って一体何なのか、動画を用意しましたので、1分ほどの動画です。この動画を見てください。せーの。それで、女性で僕男で、力は男、僕の方が強いです。だけど足対腕だったら絶対に足の方が強いに決まってるんです。ちなみにどのぐらい入ってないか、多分ね、指一本で買っちゃいますね。せーの、はい。ちょっと、腰。大丈夫です。じゃあ、もう一回いきますね。せーの、はい。これぐらいです。こういう時、拍手があると投げてる。こっちもいきますね。せーの、はい。これぐらいです。せーの、はい。あ、すごい。すごい。あ、すごいすごい。はい、ありがとうございます。はい、拍手。最初足腰に全然力が入ってない女性がね、なんかこうちょっといろいろこうあちょこちょこちょこちょやったら、ビシッと力が入るようになったじゃないですか。で周りのねこう見てた女性の方たちからもわーってねこう歓声が上がってましたよね。この動画でね、分かっていただきたいのは、まず骨盤力が低下している方っていうのは足腰に力が入ってないんです。要は土台が不安定なんです。それを僕がなんかちょこ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 なんかいろんなところをこうやってみたら、あっという間に足腰に力が入るようになったじゃないですか。動画ではその結果にみんな びっくりしてわーとかってねこう歓声上げてくれてましたよね。なぜ動画でねこう骨盤力がこう回復していったのか、でなぜ骨盤力がそもそも低下してしまうのかっていう話をしていきます。その話をするためにはですね、物理の法則がちょっと出てきます。テコの原理です。テコの原理、はい、なんか支点力点作用点とかなんかいうやつですね。それでちょっとこの左側のこのイラストをちょっと見てください。重たいものが乗っかってますね。でこうね、板の上に重たいものがあって、ここ三角形、これが支点です。でこの重たいものをこう持ち上げようとするときに、この矢印のところで荷物をこうって持ち上げたら、ね、この重たいものはこう持ち上げられますよね。よいしょってこう持ち上げられる。ところがちょっとこっちの右側のイラスト見てください。この持ち上げる、ね、ところ、ここの矢印のところ、ここでやったらどうでしょう。赤いところでここ持って荷物を、この重たいものを持ち上げようとしたら、よいしょよいしょよいしょってこうなんか上がらなさそうですよね。持ち上がらない。こっちだったらなんかこうね、こうここだったらこうスッとなんか重たいものが持ち上がりそうだけど、赤いところで持ち上げたらなんか持ち上がらない。要はこの支点からこうね力を加えるところ、
力点って言いましたよね。力点までの距離が長い方が重たいものを持ち上げられる。要はテコの、ね、テコの効率が良いってことになりますよね。逆にこっちは支点から力を加えるところまでの距離が短いからテコの効率が悪いからこの荷物はねこう持ち上がらないんですよ。きつくて。で人間の体はね関節こう動くでしょ。でその人間のこの関節の動きはねこのテコの原理をね応用してるんです。テコの原理をね。ところがこのテコの原理を応用するのはいいんだけど実はねこっちなんですよ。この効率の悪い方の。どういうことかというとね、下にねちょっとこう腕のイラストがありますけど、これねダンベル運動をやってると思ってください。ね、手にあのダンベルをね重たいものを持ってよいしょよいしょってねダンベルをこう持ち上げたり下ろしたり持ち上げたり下ろしたりとかしてるんですね。このダンベルをね上に持ち上げるときにメインで働く筋肉はこの力こぶの筋肉です、ね、上腕二頭筋ってここに書いてあるけど力こぶの筋肉が働いてこのダンベルをねよいしょよいしょって持ち上げるんですが、このね力こぶの筋肉がくっついてるね場所がねここなんですよ。この白い丸のところ、ここにくっついてるんです。でね、ちょっとこれね、イメージしていただきたいんですけど、もしねこれ力こぶの筋肉がくっついてる場所がここだったら、ここにくっついてたらなんかこのダンベルを持ち上げるんだってこうなんか軽くひょい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 上げられそうじゃないですか。でも実際には筋肉ここについちゃうんです。つまりこっちなんですよ。これと同じなんですよ。支点があって、支点ね、肘支点があってね、ですぐ近くのところに筋肉ついて、すぐ近くのところで持ち上げてる。きつい、テコの効率悪い。だから人間の体っていうのはテコの原理で動いているけれど、実は非常に効率の悪いテコの原理なんですよ。でね、でなんで効率の悪いテコの原理、要するにここについてるのか、ね、僕も神様じゃないんでよくわからないんですけど、例えばここに力こぶの筋肉がこうついて重たいものを持ち上げたら確かに大きな力発揮できるけど、こっちでねこうちょっとこう腕を動かしたらこっちちょっと動いただけでこっちいっぱい動くんで、まあ、そうやって素早い動きができるっていうのはメリットかなっていうね。なので大きなものは持てないけど素早い動きができる方を神様は選んだのかななんてちょっと思って見たりもしてます。まあ、いずれにしろテコの効率は我々の体は悪いんです。ということはちょっとした何かが起こると急に力が入らなくなったり、もしくは反対で力が入るようになったりっていうことが起こるんです。それが先ほどの動画でお見せしたシーンなんです。全然最初ね女性の方入ってなかった、でなんかちょこちょこちょこっとわってやったら入るようになった。ちょっとしたことで力が入る入らないっていうのがすぐ出ちゃう。これが人間の体の特徴なんです。じゃあこの力が入るようにするためにはどうしたらいいのか、骨盤力を高めるにはどうしたらいいのか、もう僕の動画ねこう見てくれてる人ね特定のファンが多いんですがもう分かってると思うんですけど、それは何か、じゃじゃん、正しい姿勢です。姿勢が悪いと効率さらに悪くなるんです。テコの効率がさらに悪くなる。でも姿勢がいいと効率が良くなってくるんです。それが先ほどお見せした動画でも見ていただいた通りです。要はあの動画でね僕がなんかいろいろ腰やら背中やらなんかいろいろ触ってましたけど、寝ている方の寝ている時の姿勢を良くしたって思っていただければいいと思います。つまり姿勢を良くしたんです。だから骨盤力を上げようと思ったらもうとにかく姿勢しかないんです。左側のこのね猫背で立ってる方っていうのは骨盤力は落ちます。確実にっていうか絶対に落ちます。でも正しい姿勢でちゃんと立っていれば骨盤力ってアップするんです。上がるんです。じゃあ姿勢を良くするのは分かったと。骨盤力を高めるために。でも姿勢を良くしようと思ってもなかなかならないですよね。姿勢良くならないですよね。猫背なかなか治んないですよね。それはね、やっぱ肩が凝ってるやらね、腰が痛いやらね、いろんなところがね、こう邪魔してきますよね。姿勢良くしようとすると。じゃあ姿勢良くしたいんだけど、骨盤力を高めたいんだけど、またなんかいろいろあるんだけど、とりあえず何からやったらいいですかっていう方のために
とっておきのメニューをこれからご紹介します。姿勢を良くして骨盤力を高める、まずはこれからやりましょうっていうやつですね。それは何か、じゃじゃん、これです。直角座り、直角座りですね。ここね、グレーのこれ壁です。壁、お家の壁です。で、床ですね。壁にこうやってこう、壁にね、こう背中とか頭とかね、お尻をね、こうピタッと密着させて、座ってください。それで、足を伸ばして、つま先をね、こう足首を曲げて、全部直角にします。直角、直角、まっすぐ、直角でね、姿勢が悪い人、腰がね、腰痛抱えてる人、肩こり抱えてる人なんかは、ここのね、お尻とね、ここの壁の間のね、こう隙間ができやすいですから。で、この隙間をね、埋めようとして頑張ってね、こうお尻をね、壁に近づけるとね、逆にこう膝が曲がっちゃうんですよ。だ、それぐらい縮んじゃってると思ってください。なので、頑張ってここ密着させて直角。膝ピンと伸ばして直線。足首直角。この状態を作って、テレビ見るとかね、なんかこうちょっと過ごすときに、お家で過ごすときに、この姿勢でこうちょっと慣れるようにしてみるといいです。そうすると、姿勢少しずつ良くなっていきますから。この直角座りはね、腰が痛い人、肩を故障している人なんかに必ず僕がお伝えするエクササイズの一つです。まあエクササイズっていうかね、まあストレッチの一つです。結構いいですよ。騙されたと思ってこれぜひやってみるといいですね。もう一度言います。ポイントはピタッとくっつける。特にお尻、隙間ができますから、ピタッとつける。ギリギリまでつける。で、ギリギリまでつけようとすると膝が曲がることが多いから、姿勢が悪い人は。だから頑張ってつけて、膝も頑張って伸ばす。そして頑張って足首も直角。これを作っていきましょう。で、この直角座りに少しずつ慣れてきたら、こんな感じで気をつけの姿勢で立っていただいて、そして右側、後ろ足に6、7割体重を乗せた状態で、ね、こっちの足を前に出して休めのポーズですね。この状態で立っていただけると骨盤力は確実に上がっています。これはもう私も断言します。僕の23年間の経験からこれ確実に上がってますので、ね、ぜひトライしてみてください。で、骨盤力がね、上がってくると最後このイラスト、人間の正しい姿勢というのは植物と同じなんですね。足腰は根っこのように引き締まっている、つまり骨盤力ですね。それで上半身はこの肩の力が抜けてリラックスしている、これ植物というと風に揺れる枝葉ですね。この状態です。でも姿勢が悪いと、骨盤力が低下しているとこの状態、上下逆転した状態になってしまいますので、非常に不自然、そして非常に弱い、何かあるとすぐになんかトラブル起こってしまう、こういう状態になってしまいますので、ぜひ、直角座りでこれになれる、で正しい姿勢で立つ、休めのポーズでね、こう楽に正しく立つっていうのをね、こう実践していただいて、骨盤力をバシッとね、決めて、まあ、ジャングルに行けとは言いませんので、でも、いつまでもこうね、こう、さっそうとこう歩いていきたいじゃないですか。ね、そのための、参考にしていただければいいかなと思います。じゃあ、今日はここまでにします。関連の動画をね、載せておきますので、そちらの方もぜひ参考にしてください。それと、この動画が良かったなと思ったら、高評価ボタン、そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。